羊毛フェルトでキラキラでふわふわの作品を作っているボダブ片山理恵です。羊毛フェルトでキラフワ、この動画は羊毛フェルトの面白さ、楽しさ、可愛らしさをたくさんの人に知ってもらいたいと思って作りました。それでは私が作っている羊毛フェルト作品を紹介します。こちらになります。羊毛フェルトはこういったふわふわのものなんですが、この羊毛からこういったクマちゃん、このクマちゃん頭や腕を動かすことができます。そしてクマちゃんなんですが、瞳にスワロフスキーやラインストーンなどキラキラとしたものがついています。かわいいリボン、そしてお尻にはハートの3面がキラキラと輝いています。そしてこちらの金色のワンコ、こちらも羊毛フェルトでできています。お耳の中もこんな可愛らしい色になっていて、ちょっと舌も覗かせています。頭も髪の毛がホイップちゃんになっています。こういったワンコだったり、この三つ子の可愛らしい小さなマスコット、にゃんこドールという名前なんですが、このドールもリボンやボタンがついていて、ちょっと可愛らしくおめかしをしています。そして羊毛フェルト作品以外にも羊毛デコという技法を使って羊毛デコ作品を私は作っているんですが、こちらは市販のカゴバッグに羊毛フェルトでデコレーションをしました。こういった感じで羊毛デコするとカゴバッグもふんわりと温かい雰囲気になります。そしてこちらの可愛らしいイチゴ、このイチゴ実は中にマグネットが入っています。マグネットが入っているので冷蔵庫にペタンと貼ることができます。そしてアイスクリームのブローチですね。そしてクリップのついているこちらですね、可愛らしいリボン。そしてこちら鏡です。鏡を羊毛フェルトでデコレーションしました。たくさんのお花が鏡に咲きました。真ん中にはキラキラとした繊維で輝きも出しました。そしてこちらもボールペンなんですね。ボールペンを羊毛デコしました。こういう感じでアイスクリームみたいな可愛らしい羊毛デコのボールペンです。そして今私が頭につけているこちらのこのリボンも羊毛フェルトですね。そしてこの部屋に咲いたお花たちも羊毛フェルト、絵画も羊毛フェルトで描くことができます。小さなハートをたくさん描いて大きなハートを作りました。そして羊毛フェルトなんですが、この羊毛フェルト作品を作るにはこのフェルティングニードルといわれる特殊な針を使います。先端にギザギザと凹凸があるんですが、この凹凸を利用して作品が生まれます。羊毛フェルトに刺すことによってこの凹凸にこの羊の繊維が絡んでいって、どん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 繊維が絡み合ってフェルト化し、作品を形作ることができます。そしてもう一つ、このマット、このマットを机の上に置いて刺しています。このマットがあることによって机を傷からこう刺す、傷から守ることができますし、そして何よりもすごく作品が作りやすいんです。この上で作るとなのでマットがあると便利ですね。で、私は羊毛フェルトのこの道具ですね、羊毛フェルト作品を作る道具たちもデコレーションしているんですが、このフェルティングニードルに羊毛デコをしてこういったリボンやハートに羽をつけた
こういうちょっと手作りのお道具を使っています。マットも手作りしています。こういうですね、こういう感じで自分で使う道具もこう手作りのカスタマイズをするとすごくまた愛着も湧くので、ぜひぜひ作ってみてください。で、羊毛フェルトなんですが、こういった長い状態なんですね。これをくるくるっとまとめた状態で手芸店では袋に入って販売されています。この羊毛フェルトなんですが、こう裂くときに力を入れるとすごく裂きづらくなるので、優しい力でふんわりとちぎってください。で、刺すときは必ずまっすぐ刺してまっすぐ抜きます。斜めに刺しても同じ方向に抜きます。これ刺して違う方向に抜くと先端が繊細なのでポキンと折れてしまうこともありますので、必ず刺したら同じ方向に抜いてください。で、私の作品はこの羊毛以外にも羊毛、綺麗な色があるんですが、この羊毛以外にも例えばこういった毛糸だったりとか、キラキラと光る糸だったり、こういったボンボンのついたボンボンブレードなどを使ったり、キラキラとした繊維を使ったり、ボタンやリボンを使ったりとか、まあ、いろんなことをいろんなものをデコレーションしていっています。こういった羊毛のことやお道具、あとは羊毛デコしたカスタマイズのお道具のことなどを本に書きました。2冊本を書いたんですが、こちらはすごく初心者さんにもすぐ作れるようなものがたくさん収録されていて、こちらの方はもうちょっとこうマニアックな上級者向けの本になっています。どちらもオールカラーで、作り方などすごく丁寧に分かりやすく写真で説明してますので、本屋さんで見かけましたらぜひ読んでみてください。では次回はこの羊毛フェルトを使ってまん丸の羊毛フェルトボールを作りたいと思います。それでは次回も楽しみにしていてください。